여러분안녕하세요メッチマンです。このチャンネルは5月4日にカムバックしたクリスタライズとトリプル S にその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっております。また各種進行中のイベント情報もお知らせいたします。本日は6月26日から7月2日までの内容を見ていきたいと思います。それではレッツゴー。本日も主にこのような振り分けで内容を確認していきたいと思います。まずはクリスタライズ関係からの話題です。6月26日、6月23日に出演したミュージックマンクのタワーカムの映像がリリースされました。動画リンクは概要欄に貼っておきます。6月27日 SBS ドショーに出演しました。本放送の動画がアップロードされています。6月27日にタッチプラスのデジタル版がリリースされました。各音源プラットフォームからダウンロードしてみてください。またデジタルリリースに伴って各メンバーのセルカがツイッターにアップロードされています。6月29日 Mnet M カウントダウンに出演しました。本放送の映像とフルカムが公開されています。7月1日 MBC のショーミュージックコアに出演しました。こちらも本放送の映像とフルカムが公開されています。本日7月2日は SBS 陰気概要に出演しました。放送の動画がアップロードされています。次にクイーンダムパズル関係の話題です。6月26日に先週パフォーマンスの放送があったソヨンちゃんのアップダウンバトルのビハインドフォトが公開されています。また27日はクイーンダムパズルの放送日でした。ジュウちゃんがファイティンヘア時のパフォーマンスを行いました。放送の動画とフルカム、またチキンも公開されています。6月26日から7月2日までシグナルが通常通りアップロードされています。また週末はシグナルウィークリーシークレットベースサンデーセルフィーシグナルがアップロードされています。その他 S の情報についてですけれども、まず28日にシグナルライブは行われました。この日は S10 ダヒョンちゃんと S14 ソヒョンちゃんの2人で行われました。またこの日はチェヨンちゃんが入居から1周年記念の日でした。記念のダブルクラスオブジェクトがリリースされました。29日に月末評価の動画がアップロードされました。シグナル内で構成された2つのグループの動画がアップロードされています。6月30日 S15 のティーザードロップ日が公開されました。7月1日 S7 ナギョンちゃん、 S9 カエデちゃん、 S13 ニエンちゃん、 S14 ソヒョンちゃんの4人がクラブ Z ライブ K フェスティバルに出演しました。また7月1日東京図の思い出ボックスオープンということで、以前東京ディズニーランドに遊びに行った際のビハインドムービーが公開されました。本日7月2日 S13 ニエンちゃんが入居から100日が経過しました。また先ほど S15 のティーザーが公開されました。15人目のメンバーはシンユーちゃんでした。 YouTube のショーツがアップロードされています。 YouTube の公式アカウントから確認してみてください。進行中のイベントですけれども、7月7日開催クリスタライズエステティックのファンサイイベントが Dear My Muse で行われます。こちらの応募締め切りは本日7月2日までとなっております。これで本日の速報ですは以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アンニョーン。